ただいまおかえり。いいえ。てかさ、うん、今日の弁当めっちゃうまかった。え、今日の弁当？うん。え、今日の弁当っていつも通りじゃない？いや、あれ、うん、あのイカのフライのやつ。いや、冷凍食品かい。あれ、冷食あれ。いや、今日の弁当の唯一の冷凍食品かい。あ、そうなの。まあまあ、でもいや、俺食べてもなかったから、めっちゃうまかった俺。あ、そう、うん、まだ余った時、明日も入れてやろうか。あ、欲しい。でもそういうのはどんどん言っていっていいよ。たまたま冷凍食品だったけど、うん、弁当美味しかったって帰ってこられたらお母さん気持ちいいけん今、うんうん、冷凍食品だったけどお母さん嬉しかったもん。弁当美味しそうに食べたんだなっていうひろちゃんの顔が想像できるけん。めっちゃうまかった、うん、そういうプラスな言葉はどんどん言っていこう。あ、そうなの。弁当美味しかった。めちゃくちゃうまかった。何が美味しかった？あのイカのフライ。いや、冷凍食品かーい。何なのそれ。他普通やな。他普通かーい。卵焼きも卵焼きは手作りだよ。普通やった。普通かーい。いつもと変わらず。いつものやつ。それやめてって。でも一番美味しかったのはイカのフライ。いや、それ冷凍食品かーい。何言って、気に入ってんのそれ。いやでも弁当美味しかった。うまかった。もうそういうのは毎日言うて。で、言うよ。じゃあね、美味しかったら言うから。でも普通っていうか、卵焼きも美味しいでしょ。唐揚げも美味しいでしょ。いつもと変わらずっていう。だけ慣れただけ。でも美味しいのは美味しい。まあまあまあ、うまかーって帰ってきて。うまかった。そういうのはやっぱプラスの言葉は口に出していこう。だからうん、わかった、うん、はい、オッケー、オッケー。チャンネル登録よろしくね。ベベ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 ベ